こんにちは、トライトニュースの時間です。統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.17.40.21 のアップデートがありましたので紹介いたします。先日バージョン 1.17.30 のアップデートがついに来ましたね。そして今日はベータ版のアップデートもあり、さらなる変更点もありました。それでは紹介いたします。まずは洞窟をかけの試験的なゲームプレイで変更や修正が行われました。はい、統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.17.40.21 のワールドに来ております。まず洞窟をかけの試験的ゲームプレイをしていないワールドをこのようにオンにして、そのワールドに入った時に高さ0未満の深部が更新され、ちゃんと地下が生成されるようになりました。すでに行ったことのある場所もこのように地下が生成されるのでいいですね。しかも洞窟と崖がまだ非対応のワールドだと高さ0のところが岩盤ですが、これを洞窟と崖に変えると岩盤がディープスレートに変わりました。すでに行ったことのある場所でも深部が生成され、さらに岩盤だったところはディープスレートに変わります。自分の拠点で深部を探索できますね。他にも古いフラットワールドはまだ行っていない場所は拡張された高さにアップグレードします。そして新しいフラットワールドは高さマイナス64から生成されるようになります。ベータ版では建築の高さ制限を超える飛行が禁止されていたバグが修正されました。飛んでいる時に空なのに頭を打つのはおかしいですね。そして銅鉱石は高さ64ではなく96から生成するようになりました。範囲が広くなりましたね。以上、現場からでした。最後のニュースはこちら、マイクラトピックス。こちらのニュースはちょっとした変更点やバグ修正など細かい情報を Google 先生で翻訳した通りに紹介するコーナーです。それでは紹介していきましょう。まずは全般の修正です。草ブロックの上にカーソルを置いているときに雪を手に持っても誤った動作が発生しなくなりました。蜂の巣がワールドで正しく生成されるようになりました。非耐火モブが火を回避するようになりました。続いてゲームプレイに関する修正です。プレイヤーは上に移動しながらエリトラの滑空をアクティブにできるようになりました。フォーマットされたカラーテキストを含む看板に線量を使用するとフォーマットされたカラーテキストが上書きされます。続いてワールドジェネレーションに関する修正です。化石が構造物で生成され破壊される可能性がはるかに低くなりました。洞窟と崖の試験的ゲームプレイで外側でダンジョンが置き忘れられたり欠落したりすることはなくなりました。続いてモブに関する修正です。アイアンゴーレムは不透過ブロックでのみスポーンするようになりました。使用した武器がピレッチャーとビンディケーターで正しくレンダリングされるようになりました。続いてユーザーインターフェースに関する修正です。動物に乗ると非タッチコントロールで遊んでいるときに正しいボタンプロンプトが表示されるようになりました。最後にキャラクター作成に関する修正です。背面の外観部分はプロファイル画面の左右の矢印をカバーしなくなりました。プロフィール画面の注目アイテムが更衣室で注目カタログを開かない問題を修正しました。別のアイテムの色が以前に編集された場合にデフォルトの服の色が変わる問題を修正しました。コントローラーの使用中に以前に選択したサイドバーオプションから戻った後、サイドバーオプションの展開ビューで選択できるようになりました。更衣室のクラシックスキンパックを拡張してもサイドバーが開かなくなりました。キャラクター作成のナビゲーションフローが改善され、選択したキャラクター作成プロファイルに常に切り替わるようになりました。ゲーム中にマーケットプレイスから装備されたスキンがキャラクターに適用されるようになりました。以上、統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.17.40.21 のアップデート内容でした。今回はまだ高さ制限を解放していないワールドを洞窟と崖の試験的ゲームプレイで開いた時に、すでに行った場所でも深部も生成され岩盤がディープスレートに変わり深部に行けるようになりました。
これで拠点でも深部を探索できますね。そして前回から新エンジンのレンダードラゴンがアンドロイドのベータ版に登場していましたが、何やら不具合があったようで、継続的なテストの一環として削除されたようです。こちらのアップデートはスイッチ版、iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox One 版、PS4 に来る予定です。それでは良い一日を。